松駅まで来ましたよと。乗り換えがいるのかな。あとこれあれですか。これも完全に近日の人に向かって売ってます。近日です。近日でね、週末フリーパスと打つっていうね。まあ、あの名鉄と JR とかでもよくありますね。一宮の駅なんかでもありますもんね、こういうの。よし、次の列車が何分や。これあの縦長の駅名表の図が好きですけどね。めっちゃ図感ありますよね。あ、出口そうですね、階段こっちから階段ですね。で、それが、これか、49フォーカスは一緒に行くから、乗り換えなしで行けるんだ。よし。よし。4分だな。トイレして、待ちましょう。ほら、はい、分かりました。実は津駅を通過する列車って激レアではあるはずですけどね。ま、ん？定期運用だと島か、営業列車だと島かぜくらいじゃない？これね、秋の乗り放題パスね。一回で南線発生工場やからありはありなんですけどね。まあ、でも連続、これ連続で見かけたの？なるほどな。そうするとまあ今回3連休は多かったですからね。一般のカレンダーの人だったら結構使えるケース多いのかな。あ、でも10月からか、利用期間10月はでもあるか。あ、ゲートと来たわ。よし、接種行き。さあ、じゃあ乗り換えていきましょう。前にも行き、ナンバーもいいですよね。よいしょ。やってきましたけどね。時田駅っていうらしいですね。何やね、たまるでしたっけ。トク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 ノートね、これ。ということで列車も出てきましたね。滝町かな、三重県滝郡滝町になるのかな。散々なんか読み方そんなこと言ってましたけど、どっかにあったような駅名しよっか。あ、これだ。そうですね、滝町ですね。時田ですね。時田駅来ましたよと。滝の隣ですね。滝、時田で、玉ってなるみたいですね。たと、たと。
ていくみたいなんですけど、このタマルに行くって言ってたんですけど、いくつかね、問題が出たんで、この駅で降りましたよという次第です。何かっていうと、この後のアクセスなんですよね。タマル駅で降りた場合なんですけど、まあ、ほぼほぼね、ちょっと時間がずれるだけで一緒のダイヤなんで、タマル止まりってないはずですかね。今、7時45分。ここなんですよね。この列車が行きましたし、市行きが行きました。でね、うちはこの、次ね、行くところが、鳥羽なんですよね。鳥羽からフェリーターミナルに乗らないといけないです。さすがに伊勢市からだと遠いですからね。なんですけど、見ての通り、伊勢市行き、鳥羽行きないんですよね。10時37分まで鳥羽行きがねえと。45分伊勢市。で、次がなんと9時40分。まるっとに、じゃあ、10時37分。ですから、約3時間来ないってなってるんですよね。で、今これまずいぞと思って調べてみたんですけど、実は、フェリーに、本当はね、9時半にフェリーが出るはずなんで、その9時半のね、フェリーに間に合えばいいやってね、まだ7時ですからね、全然行けるだろうと思ったらね、なんとね、結構厳しいぞということなんですね。で、調べとったら、この18時57分の伊勢市行きに乗ったら、そこから鳥羽に行く列車に接続があると。まあ、26分のやつに乗っても、特急、近鉄の特急使えばワンチャンあるかなっていうぐらいなんですけど、鳥羽駅からフェリーターミナルがね、まあまあ離れてますんで、そうするとなかなか厳しいなと、いうことが分かったわけでございます。じゃあまあどうせ10時台になるんだったら、ちょっとね、この辺りでね、一歩きでもして時間潰そうかなという計算ですね。一応、このまま街まっすぐストーンと行ったら、行けるみたいなんで行ってみようと思います。沖田駅の駅前は自販機がコツンってあるだけですね。あ、でも公衆電話はあるんだ。あと懐かしいタイプの公衆電話ね、これあったね、こんなデザインのやつ。うわー、懐かしい。あ、ということでね、じゃあね、こういう時にどうするかって言ったらね、こっちのところはこれをエッチャン散歩でもしようというわけでございますね。ここでつなごうというわけでございます。